2回の裏、沖縄尚学、この回は5番のレフト浜田から。村西は2イニング目さね。それから技巧派の左の比嘉君と本当に自分のピッチングをしているように思いますね、はい、三振に打ち取ったピッチャーの村西。サードの右、ふのき、藤原へ、いいボールです。ワンダー直球、ショートの右だ、回り込んだ、溝、藤原へ通打あるんですけども、やはりコントロールがいいですよね、はい、秋の大会は4割を超えるアベレージを残しています。もうその本当にワインドアップで大きくは投げないですね、はい、まあ、コントロールに気を使っているのかもしれません。2ストライク2ボール、178センチ、長身の村西、空振り三振、シングアウトの三振。